西銘恵一郎君。西銘恵一郎君。海辺沖縄の海辺沖縄自民党の西銘恵一郎です。通告に従い質問に入りたいと思いますが、その前に少し所感というか述べたいことがあります。今議会からパネル、この iPad を使った情報の提示ができるようになりました。これは私、議会改革推進委員会のメンバーとしてその議会の中でも提言をした一人ですので、今回初めて後ほどパネルデータも使って説明をしたいと思います。その理由は、ここにパネルを掲げても我々議会が見えない、また議場にいる人も見えないということがあって、執行部や議員の皆さん、また来場している方々にも見えるようにするべきではないかという思いで資料を作りました。それで実は資料作成にあたりですね、提出期限は前日の15時まででした。金曜日の15時でした。いくつかの資料、私執行部にもお願いをして提出を求めましたけど、間に合わない資料がいくつかありました。後ほど資料をお見せしますけれども、実は聞いたところによると、今年の7月からはすべて資料は財政課を通すようにとのことでありました。その中、そういう理由があって遅れているということも、事務方から聞きましたけれども、私はチェックをすることは悪くはないんですが、期限が限られるというものに対して、私はだいぶ前から要請をした資料が遅れてくることについては非常に遺憾に思います。ですので、議会と執行部の関係は決してギスギスするものではなくてですね、私はあえて調査権とか、議員にないというのを知っていますから、資料の要請に対しては、なるべくスムーズに出していただいて、私は資料を作ってくださいということは言ったことはありません。自分で作れるものは作っていますので、ぜひその辺の協力はよろしくお願いしたいと思います。ちょっと休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘恵一郎君。今の所見に対して知事、何か答弁あれば、後ほどお願いしたいんですけれども、今じゃなくて結構です。知事の政治姿勢について、括弧1、政策参与特別職の任用について、あ、現在の政策参与の人数、役割、勤務実態について伺います。知事、広市長、金城勝君。9月28日現在、政策参与には3名の方を委嘱しております。政策参与は県政における重要課題の解決の促進に資するため、知事が特に命ずる事項について調査研究し、知事に進言することを職務としております。勤務実態としては、知事への進言に加えて庁内の関係課や関係者、関係機関等との意見交換、現地視察などを行っており、勤務実態としてはおおむね7日程度となっております。指名慶志郎君。休憩いたします。役割についてもっと明確に、3名いらっしゃるのであれば A さんは何、新しい亀山さんは離島振興、女性の地位向上とかありましたので、はいはい、現状の2人についてお願いします。はい、以上。再開いたします。知事公室長、金城勝君。それではお答えをいたします。まずテレア政策対応につきましては、沖縄らしい、自然と歴史、伝統文化を大切にし、希望と活力にあふれる、豊かな島の実現に向け、主に、島言葉や、沖縄からで、古武道にかかる、保存、継承発展および、中小企業に、中小企業の振興に、関する、課題解決を図るため、政策の調査研究に関する、専門家を、政策案とし、政策参与として、設置をしたものでございます。それからお二人目の金城稔氏におかれましては、これまで、長寿を支えてきた、伝統的な、生活習慣の変化に伴い、本県の長寿県としての、地位が危うくなっている、危うくなり、県民の生活習慣の改善が、課題となっている状況にございます。
男女ともですね、平均寿命日本一の復活を目指し、健康長寿沖縄の維持、継承するため、政策の調査研究に関する、専門家として、政策参与として、任用、委嘱をしたところでございます。それから亀浜礼子氏におかれましては、離島をめぐる条件不利性に起因する、課題の克服や、離島の新たな可能性を発揮できる、基盤づくりといった離島振興、それから社会のあらゆる分野へ、女性が参画する機会の確保などを含めた女性の地位向上を図るため、政策の調査研究に関する、職務として政策参与として委嘱をしたところでございます。以上でございます。石目圭四郎君。詳しくちょっと欲しいんですが、勤務実態ですけれども、ちなみに照屋さんや金城さんよ、照屋さんは1月からこの8月までの勤務実態、何日間働いているか、それから金城さんについてもお願いします。休憩いたします。マイク入れてもらっていいですか。確認です。今年、平成31年度の実績、令和2年、大きな声で失礼しました。ご質問は令和2年度のこれまでの日数ということでよろしいんでしょうか。テリア参与について1月から8月ま で、金城さんは4月からですよね。4月からこの8月までの勤務実態で、亀山さんも9月7日からですけど、今まで何日間出てるのか教えてください。再開いたします。知事公主長金城勝君。はい、まず金城参与につきましては、令和2年4月からでございますので、4月か 7回ですね、それから5月か2回、それから6月が3回、7月が7回、8月が7回となっております。それからテレア参与におきましては、4月が7回、5月が4回、6月が10回、それから7月が10回、8月が4回となっております。亀浜さん参与につきましては今ちょっと確認中でございます。以上でございます。石目圭四郎君。政策参与の設置規定の中に最長16日間というのもなんかあるようです。それで私思うことはですね、先ほどいろんなことを知事に進言すると言いながら、この秘密は例えば2日間しか出てない月があったり、それで本当に十分に進言ができるかどうか、これも気になるんであえて質問をしました。次に行きたいと思います。今回の今回の新政策参与の任命に至る経緯、省内手続き等について伺います。知事公室長金城勝君。はい。新政策参与の任命の経緯についてはお答えいたします。去る8月2日に、知事から亀山氏に対して、離島振興と女性の地位向上に関する、同氏の執権を県政に反映させるため、政策参与に就任いただけないかと打診をしたところ、その後、受託をいただける旨をご返事をいただいたとのことでございます。可能な限り早期の就任を考えておりましたが、折しも沖縄県緊急事態宣言の発令中であったことから、新型コロナウイルスの状況を見守っておりました。
9月に入り、緊急事態宣言が終了する見通しが立ったため、特別職の非常勤職員の任用手続きとして、沖縄県事務決裁規定第8条第3項第5項の5項の規定により、主管課長である秘書課長の決裁を経て、9月7日付で知事が委嘱をしたところでございます。指名慶志郎君、休憩お願いします。休憩打診した日にちいつと言いましたっけ？8月の打診した日にち8月の2日でございます。もうちょっと大きいマイク通して聞こえない。8月の2日でございます。大会いたします。西銘慶志郎君、起案は、知事公設だと思うんですが、決裁秘書課長というのを見ました。知事は上浜議員とはその彼女のいろんな見識の深さとかもろもろをご存知になるぐらいのお付き合いがあったという理解でいいんでしょうか。どのぐらいの上浜さんとの現職時代に接点があったのか、ちょっとお答えください。知事、玉城デニー君。はい、私が知事に就任をしてから約2年、議会でのさまざまな提言、それから、議場外でのいわゆるその党会派の皆さんとの政策提言、あるいは、議員との意見交換等においてさまざまな意見交換をさせていただきました。で、非常にその経験と高い執権を持っていらっしゃるということを認識した次第であります。指名慶志郎君。先ほど知事が打診を8月2日にされたとありました。知事本人が打診をされてその日のうちに了解をもらえたんでしょうか。休憩いたします。質問聞こえなかった。再開いたします。知事、玉城デニー君。はい、8月2日にご本人とお会いしてお話をして、多分その、受託をしていただいたのは翌日であったと思います。指名慶志郎君。私個人の例えば亀山さんの能力がどうのこうのじゃないんですけど、亀浜さんでなきゃならなかった理由といいますか、他にも議員を引退した先輩方、または残念ながら落選された方々がいらっしゃる中で、それだけの出権を持っているという知事が自らが本当に知事の意思で決めたのか、または誰かからの提言があったのか、それについてお答えください。知事、玉城デニー君。いろいろな人事においてはいろいろな方々からご意見をいただくということは常にあることであります。しかし私はかねてから離島振興と女性の地位向上は私のその政策の中では一丁目一番地とも言える政策であります。それを調査し提言をしていただくにふさわしい人物であるということで亀山さんにお願いをした次第であります。西銘慶志郎君。あまりこれについては他の方も後ほど分かると思うんであれですけれども、私は決して亀山議員参与のことを批判とかしているわけではなくて、この決め方、それからタイミング、いろんなことが言われている中で、これ知事本当すべて知らないんですよ。別に人事権は知事にあるんで、私はあえてこの申し上げるつもりはないんですけれども、先ほどの出てきた金城さん、私もよくどういう方か存じ上げません。で、5月は2日間だけでしたっけ、勤務が。というようなことを見ると、何を求めて、何のアウトプットができる方なのか、よく見えません。先ほど、公示書の説明では、長寿、生活、もろもろこうおっしゃってましたけれども、その人でなきゃならないという理由が、実はこれ議会に承認する事項ではないんで結構なんですけれども、最低限我々が理解できるような個人の批判では私はありません。一人一人に対しては知事が任命権である権者がしっかりその人となりを見てこの任命したというふうに理解したいので、これ以上深くは申し上げませんけれども、しっかりとこの辺については我々与野党関係なく理解がある程度なるほどというようなことも含めてこれから配慮いただければと思います。次に行きたいと思います。括弧に一般職の任期付き職員について、人数役割配属部署任用手続き等について伺います。総務部長池田武邦君。はい、お答えします。一般職の任期付き職員は
高度の専門的な知識経験、または優れた識見を一定の期間活用して遂行することが、特に必要とされる業務に従事させる場合などに、選考により任期を定めて採用しているところでございます。令和2年度は知事公室に2名、文化観光スポーツ部に1名、商工労働部に3名、企画部に1名の職員が配属されております。任用手続きにつきましては、任期付き職員選考等要領の手順に従い、採用希望部署による選考基準などの策定、選考を行い、人事委員会の承認を受けた後、人事発令を行う流れとなっております。以上でございます。西銘健志郎君。休憩お願いします。休憩いたします。今の選考手順の中で、選考基準を策定した後に、書類交差面接とありますけど、公募っていうのが漏れてませんか。ちょっと答えてください。再開いたします。総務部長、池田滝君君。はい、公募を行っている職もございます、そうでない場合もあるということでございます。石名健志郎君。じゃあ、公募を行った部署と行ってない部署を説明してください。総務部長、池田滝邦君。はい、お答えします。特別任期付き職員の中には、2種類ございまして、特定任期付き職員、これは地方公務員法の3条1項、そして任期付き職員という形でございます。で、特定任期付き職員は、高度の専門的な知識などを有するものということで、現在、3名ですね、政策調整官、参事、官長、美術館、博物館の館長、それ以外の方々はいわゆる任期付き職員として、公募等で、行っているというふうに聞いております。石名健志郎君。聞いておりますね、公募っていうのが普通入ってて、今初めて知りました、特定と別があって、公募するしないは、じゃあこの部局、採用希望部署で選考基準を策定する中で決めるんでしょうか。総務部長、池田武邦君。今、お答えしましたけれども、専用性、特殊性が特に高い業務に従事させる場合には、公募を行わないこともございます。石名健志郎君。では、公募を行わなかった、先ほどあった、知事公室の2名と、あと文化観光スポーツ部の1名ですか、館長については、どんな専門性があるというふうにお考えで公募をしなかったんでしょうか。総務部長、池田滝邦君。はい、政策調整官におきましては、豊富な行政経験を有し、行政運営、政策判断に対する高度な知見を有するとともに、また企業経営者としてのその調整能力や、判断力、リーダーシップ、実行力など、高度な知見を、有していることなどを、考慮したというふうに考えております。また知事公室の参事につきましては、前知事の特別秘書として、基地問題における政策形成課題を熟知していること、また民間企業時代に不発弾探査など、防災面の業務を経験していることを考慮しているというふうに考えております。また、博物館、美術館の館長におきましては、那覇市の編纂室、県立芸大の教授などを歴任して、行政経験および琉球沖縄市の高座な学識を有していることなど考慮したところでございます。西銘健志郎君。人となりとかは私も十分全員存じ上げているわけではないんで、県の職員になるというのは一般職の方々は厳しい試験を受けて、なかなか採用されずに何度も試験を受ける方もいるかもしれません。ですから私は以前、知事が特別秘書を10月1日付で義理の息子さんを任命することに対してあえて何も申し上げませんでした。ただ、やはり任期付き職員というのはある程度、先ほどの参与と政策参与と違うのはボーナスも出る、いろんなもろもろのメリットがあるわけですね。ですから、やはりこれはちゃんと県民の税金を使うわけですから、納得性が僕は必要だと思っています。
個人的に A さん、B さんのことは申し上げません。以前、その特別職の方が、小長知事が亡くなった後も特別秘書をやっているときに私は申し上げました。知事にお聞きしました。で、その後に退職願いを出して12月末で彼は辞職をしました。それ以降、私は彼はまあ通常の業務に戻るというか、まあ、いろんな仕事もあると思ったんですけども、4月1日に知事公室に3時で入ったということが聞いたときにですね、私はもうあまりこの質問をするつもりはなかったんですけれども、やはり専門性がどれだけあるか私も存じ上げませんけれども、今、公室長がおっしゃったように、あるのであれば結構です。ただやはり、これについても、私は一部の与党からも声を聞いています。ですから、人事というものは私は、人事道も含めて決して 100% みんなが満足いく人事だったらできないと思っています。サラリーマン30年の経験の中でも、人事はいろんな思いがあります。本人の思い、また上司の思い、部下の思いがある中で決定をするんでしょうけれども、県庁職員になりたくてなれない方々が数多くいらっしゃる中で、公募をして、ちゃんと選考基準もしっかり処理考査、面接考査も行った上で、配属される、任命されるんであれば、私は何も言いません。そこはぜひ、周りの人が納得できる方々について、今後もしっかり、この私、任期付きの職員についての制度自体を否定はいたしませんので、その選考のあり方とかについては、知事、ぜひお願いをいたしたいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘恵志郎君。3番に移ります。万国診療会議の今年度について、部会といいますか、会議の進捗状況と課題について伺います。知事公室長、金城勝君。はい。知事公室所管の米軍基地問題、万国診療会議につきましてお答えいたします。令和2年度の米軍基地問題に関する万国診療会議は年4回の開催を予定しており、第1回会議を6月の25日、第2回会議を8月の26日に行ったところであります。会議では昨年に続き、在沖米軍基地の整理縮小をテーマとして、辺野古新基地計画や米軍再編に関する最新の動向を踏まえた検討の方向性等について意見交換が行われております。県としては日米両政府に辺野古新基地建設の断念や基地の整理縮小等の沖縄の米軍基地問題の解決を要請するにあたり、同会議が取りまとめた提言を重要な論拠の一つとして活用するとともに、県の政策や取り組みに反映させていきたいというふうに考えております。以上でございます。西銘恵志郎君。企画部長宮城勉君。はい、企画部からは SDGs と多様な人材育成の2点についてお答えいたします。今年度の SDGs に関する万国診療会議は、会議を4回、ステークホルダー会議を1回開催し、9月7日に知事への中間報告が行われたところです。課題としましては、同会議において SDGs の認知度向上のための取り組みの強化などが挙げられております。また多様な人材育成に関する万国診療会議は、これまでに2回会議を開催しております。人材育成に関する課題としましては、コロナ禍による働き方、教育環境の変化、 IT を活用した新たな人材育成手法の導入などが挙げられております。商工労働部長、加賀昇君。はい、お答えいたします。商工労働部が所管する稼ぐ力の万国診療会議につきましては、8月に第1回目の会議を開催いたしました。同会議ではオンラインでの参加を含め6名の委員により、沖縄に適した稼ぐ力はどういったものか、どのように稼ぐ力を高めるのかといったテーマにですね、ご議論いただいております。各委員からは具体的な数値目標の必要性ですとか、それから外から見える魅力的な地域資源の活用の必要性など、さまざまなご意見がございました。主な課題としましては、コロナ禍により落ち込んだ経済の立て直しと、
長期的な経済振興の両方を見据えた、稼ぐ力の在り方などがございます。同会議は年度内に計4回の会議を重ね、沖縄の稼ぐ力の強化に向けた長期的な展望を産業横断的に整理しまして、知事に提言を行っていただく予定でございます。以上です。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。文化観光スポーツ部で所管する海外ネットワークに関する会議については、今年度4回程度会議を開催し、年度末までに知事へ提言を行っていただく予定であり、現在までに会議を2回開催しております。会議では、令和元年度沖縄県振興審議会答申の付帯意見において、重要性を増した課題として挙げられた海外在住の県人会の世代交代、若者のウチナンチとしての意識低下などの課題がある中、ウチナネットワークの検証と今後の展開について議論をいただいているところでございます。石目圭志郎君、ちょっと休憩お願いします。休憩いたします。そのまま使いたいんで、議員の皆さんもこれからパネルに出てるのかな、出てます？まだ？出てます？どうすんの？まだ出てる？まだ？これどうすんだっけ？発信だっけ？あ、来た。来ました。はい、ごめんなさい、初めてなんで。じゃあ、再開お願いします。再開いたします。西銘圭一郎君。今パネルに、パネルじゃない、iPad に出したものはですね、昨年度の4月に、バンク信頼会の設置要領知事決裁の分です。この2条の中で5つのテーマというのがありますけど、私ちょっと気になるのが、5番の自然文化スポーツに関することが今回の年度のバンク信頼会議に入ってないんですが、その理由はなぜでしょうか。休憩いたします。誰が答えるの？文化観光スポーツ議長とかありますか？見れる？再開いたします。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。お答えいたします。バンコク診療会議では知事が示すテーマについて議論を行っていただき、その結果を報告していただくこととしております。令和2年度のバンコク診療会議は、令和元年度の沖縄県振興審議会の付帯意見である重要性を増した課題及び新たに生じた課題の中から知事において優先順位の高いテーマを設定をしているところでございます。県としましては、21世紀ビジョンの将来像を実現し、新時代沖縄を構築するためのさらなる政策の推進のため、議員がおっしゃった自然文化スポーツの分野を含めて、今後知事が示すテーマについて適宜設定をしてまいりたいというふうに思っております。石目圭志郎君、休憩お願いします。休憩いたします。いやいや、万国診療会議を設置するときに知事決裁でこの5項目についてやりますというのがありましたよね。これは変わってないわけですよ。今年度も継続もあるから。だから私が言いたいのは、その5つのテーマ、 前年度は3つしかできませんでしたと、いろんな理由がありました。これ聞いてます。で、今年度はこのもともとの決裁に基づいて5つのテーマに関してやるということになっているのにもかかわらず、先ほどなんとか審議会ので稼ぐ力出ました。稼ぐ力はどっちかというと3番の経済財政にと思ってるんですけどね。知事が決裁したテーマが入ってないってことが僕は問題じゃないですかって言いたいんです。そこはどう考えですか。再開いたします。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。はい、必ずしもこの設置要項に定められましたのは今年度限りということではございませんでですね、次年度以降についても、知事が示すテーマに沿って議論を行っていただくことといたしておりますので、今申し上げました自然文化スポーツの分野を含めて今後それも適宜設定をしていくことになるだろうというふうに考えているところでございます。ちょっと休憩します。休憩いたします。バンコク診療会議、あの時設置の時部長いらっしゃらなかったかもしれませんけれども、
その設置要項というのがあって、それによって3つのテーマにしかこの間は昨年度できなかったとありました。で、今年度も新たな設置要項を求め設置したなら別ですよ。予算も文化観光スポーツ部について、ね、文人なんだっけ、単語忘れたけど各やってますよね。要は万博診療会議は来年度も続くってことを言ってるんですか。今可能性があると言ってるの。もともと2年度ぐらいで、米軍は2年途中までだったかな。次のページちょっと見せますけど、次のページ見てください。これどうすればいいの。これ皆さん見れます。次のページちょっと休憩です。議長いいですか。休憩ない。今この 1-2 っていう資料、これ実は私が作ったんですけども、この資料を作るための要求をしたんです。いろんなのくださいと。皆さんタタレだったんで最初は。でも、もう文化観光スポーツ部の、窓口に行って、これを私がまとめたのがこれです。で、委託任期とかって書いてますよね。基本的には 今年度、令和3年の、ごめんなさい、一つ、ごめんなさい、これ間違えてるから、2年か3年忘れたけど、要は、期限をつけてやってるものであれば、もう大元が変わらなければ、この知事の知事決裁は生きてるんじゃないですかってことですよ。で、今年度は入らないけど、来年度は入るってこと。再開いたします。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。はい、委員おっしゃる通り、今年度はいろいろ優先順位等を考慮して、知事が示すテーマに基づきまして、今のようなテーマ設定になってございますけれども、次年度以降、その自然文化スポーツも選任して、適宜設定してまいりたいというふうに考えております。石目慶志郎君。じゃあ、一個ずつちょっとあまり時間かけたくないんで、米軍基地については、これ、設置目的入ってますね、整理縮小。実はもう、前年度のあれで、令和2年3月に、診療会議の方で提言が出てますね。あ、これ、知事公室かな。今年度は同じテーマでまた同じことの議論なのか、どんな提言が上がってくるかわからないんですが、これ、全部私、読みました。なんか分かりにくいですね。知事としては提言ありがとうございますということを言って、今年度の第1回目にも挨拶されてましたけれども、今年度、どんなことを求めるんですか。休憩いたします。再開いたします。知事公室長、金城勝君。はい、令和元年度引き続き、在沖米軍基地の整理縮小というテーマでございますけれども、令和2年度の米軍基地問題に関する万国診療会議はですね、先ほど申し上げたとおり、6月の25と8月の26日に、計2回を開催をしております。会議ではですね、県から示したテーマ、在沖米軍基地の整理縮小についてですね、さまざまな議論が行われていますけれども、委員からは辺野古新基地計画、まず1点目として、辺野古新基地計画に関して、公共工事としての、埋め立ての是非でありますとか、軟弱地盤の影響による工期の長期化と完成時点での必要性についての、発言等がございました。それから有識者会議とトラック2ということで、ですね、有識者会議ということで、専門家会合を開くということで、この実施方法やですね、人選についての議論と、それから米軍の再編の動きがございますので、海兵隊のですね、新しい動きについてですね、さらなる分析を行うと、それから4点目として、近年の国際情勢に関してですね、米中の緊張の増加と、外交等による緊張緩和の必要性等について、議論を行うといったようなことについてですね、令和2年度もまた引き続き、議論を行っていくということで、確認をしたところでございます。石目慶志郎君。じゃあ今年度の米軍基地問題でどんな提言が出るか楽しみにしたいと思います。それで次は SDGs 企画部長。これは県庁内にワーキングチームというのを作りましたよね。
決裁も見せてもらいました。今、この県庁内のワーキングチームと、この SDGs、バンク診療会議に続き、それから次のページに出てきますけれども、SDGs の推進本部っていうんですか、この辺の積み分け、役割分担、どうなっているのか、ご説明いただけますか。企画部長、宮城勉君。はい、SDGs 推進本、まず推進本部なんですが、知事が本部長、それから副知事、関係部局長で構成しています。SDGs を進めるにあたって、重要な事項等をこの推進本部会議で決定しております。SDGs 推進方針、これ、昨年の11月29日に SDGs 推進本部を立ち上げ、同会議において、県の取り組みの基本的な方向性等を定めた推進方針を決定したところです。で、バンコク診療会議においては、まあ、沖縄らしい SDGs をテーマに、さまざまな重要な議論をしていただいて、意見を取りまとめ、県に提言していただくという位置づけになっております。で、最後にワーキングチームなんですが、これ、昨年の6月に立ち上げました。公募によって、各部局から応募があった16人プラス企画調整課の1人の17人で構成されておりまして、現行の施策と SDGs の17のゴール、これがどのように関連しているかというマトリックスの整理をしました。で、加えて今後の SDGs を推進する上でどのような広報を行っていくかということなどを議論しました。で、ワーキングチームについては、マトリックスの整理等が終わったものですから、今年の3月に、解散しております。以上です。石目健志郎君。この資料1の4にも書いてるんですけど、国との連携だったり、市町村との連携、ステークホルダーとの連携って書いてますけども、私も見ててですね、本当、ワーキングチームできて、月1回ぐらい会議したと思います。議事録も途中までは見えましたけど。どんな動きになっているのかということと、推進本部とワーキングチームと、このバンク診療会議、おのおのがなんか、同省委務じゃないけども、SDGs っていう名のもとに、どこに進もうとしているのか、この舵取りが本部長である知事だったり、その委員長である方々の動きがですね、よく見えないんです。ですから、最後上がってくるアウトプットも、SDGs の中で、いや、進行には入れないとか、入れるとかって、いろんな議論があったり。舵取り役がしっかり舵を取らないと、なんかどこに行くか分からないような気がしているものですから、これは企画部長、ぜひまたいろんなことで迷わないようにお願いをしたいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。再開いたします。西銘健志郎君。ちょっと休憩します。これ資料は休憩いたします。皆さん、戻れる、見れる？戻れる、あ、再開いたします。西銘健志郎君。次は加瀬口から商工労働部長。これは中で事務所、外部委託はしないというふうに書いてました。で、ホームページ見てるとですね、商工労働部でマーケティング戦略推進課の中の、なんか、チラシマビジネスマーケティング推進事業というのを外部委託公募してませんか。休憩いたします。再開いたします。商工労働部長、加瀬昇君。はい、お答えいたします。この広島マーケティング推進事業の予算ですけれども、稼ぐ力を創出するための、これ、マーケティング戦略策定ということで考えておりまして、この部分を委託をしております。西銘健志郎君。委託しながら、片方では事務所で、またこの委員に対して、バンク診療会議でやるっていうのが、これもよく住み分けが見えないんですよ。同じことを議論したり、同じことを委託して、上がってくるアウトプットがどういうものか分かりませんけど、要は全体的に言いたいことは、ダブってませんか、無駄がありませんか、無理してませんかということなんです。どうですか。休憩いたします。再開いたします。商工労働部長、加瀬昇君。
はい、お答えいたします。まずこの美ら島マーケティング戦略、推進事業でこのマーケティング戦略を推進するというところですけれども、これはあくまでもそのマーケティング戦略を策定するということで、取り組んでいる事業でして、一方のその稼ぐ力のそのバンク診療会議、こちらはその長期的な展望等を検討しまして、知事に提言をするということでやっておりまして、我々の中でしっかりとですね、役割分担をして進めているところでございます。西銘慶志郎君。だいぶ無理があるというふうに聞こえますが、でも頑張ってください。次いきます。那覇港湾施設について、これちょっと質問を変えたいと思います。これ資料があるんで、これも次のページ見てもらいたいんですが、ちょっと待ってください。休憩お願いします。休憩いたします。見れますかね。見れます。再開いたします。石名慶志郎君、はい。午前中の質問も含めてですけども、那覇港湾施設に関する協議会というのが、大きくこの国が絡むもので3つあるというふうに私は理解しています。でここは港湾組合でもないんで、あまりあれなんですが、ただ間違えてほしくないのですね、知事に確認したいのは、一番左の移設に関する協議会、これ構成員は沖縄県知事公室長ですけども、知事はそこで議論されるべきだと言いますけれども、公室長はご自分の意見だけでこの会議に出てるんでしょうか。お答えください。知事公室長金城勝君。はい。当然のこととして沖縄県として参加するというふうに考えております。石名慶志郎君。ということは知事の思いを持って出るわけですよね。知事が思ってないことはあなたは発言することないですよね。それを確認させてください。知事公室長金城勝君。そういうふうに理解してよろしいかと思います。西銘慶志郎君。だとしたら知事のお伺いします。知事はよく施設協議会で議論されるべきと言いますけれども、本来その上には沖縄県の方針、那覇市は那覇市の方針、浦添浦添の方針があって、そのトップが話をするということは、私は意見交換の場であると常に知事は言ってますけれども、ある程度このトップの方向性が反映されないと、市長、副市長、那覇副市長、浦添副市長ですけど、この3方の意見というのは、私は知事、市長の思いを受けて発言をしているというふうに理解しています。どうでしょう、知事。知事、玉城デニー君。三者会談は何かを決める場所ではなくて、あくまでもそれぞれがどのように考えているかということは意見交換をする場ですので、そこで賜った意見は、お互いが十分尊重するということになると思います。石名慶志郎君。いや、違うんですよ。協議会のメンバーは、私はある意味代理で出てると思っています。知事公室長単独の意見で、知事と違う意見を発言してもいいんだかったら、先ほど違うと言いました。那覇市も一緒ですよ。市長の思いを含めて出てるわけです。ですから、ちょっと質問を変えます。このアンケート、ごめんなさい、意識調査ですけれども、これは県民の意識調査ってありますよね。ただしこれ2ページ目を見ると、なぜかあなたの居住地を教えてくださいで、県外、国外があるんです。県民って定義なんですか。総務部長です。答えてください。総務部長。県民の定義なんですか。休憩いたします。再開いたします。総務部長池田武邦君。はい。県民、明確に法律の定義が、あるわけではないと思いますが、例えば現に居住している人を指す時もあるでしょうし、選挙の場合は当然公職選挙法でいう、いわゆる住所を有するケースとか、さまざまな場合があるかとは思います。石名慶志郎君。じゃあこのアンケートは県外、沖縄の県民でもなくても外国人でもアンケートに答えられるようになっていることですね。何の制限もないですから。私も答えましたよ。で、県民というからに私は最低限沖縄に住んでいる方かなと思っています。ですから
県民の意見を集約したいというように、これ、県外の方の意見が、最終的に頻度も含めて、どれだけの頻度か分かりませんけど、対象なのかどうかも含めて、先ほどから出てる議論されてない見直し案、いや、先ほど何て言いましたっけ、カタカナで見直し案のことを。イメージ。要はそういう全然議論されてないものが出るアンケートなんて、私は無効にすべきだと思います。手続き上、不備があるんじゃないかという気がしています。で、那覇港管理組合で私は議長が議会を臨時招集してもいいぐらい、この内容は重たいと思っているんですね。ですから、もちろんここは那覇港管理組合ではありません。私も元議員として思っているんですけど、やるべき手続きをしっかり踏んでやることについて、私は何も言いません。組合内、またはこの 3つの団体が議論をされて、このアンケートを取ります。ちゃんと了解してますという手続きを取れば、このアンケート自体は何も私は責めるつもりはないんですけれども、県外の方もアンケートを取れる、いろんなこの不具合を解消しないまんま、私は走ったように感じるんですね。それについて、知事、先ほど知事はこの内容を全部見てるとおっしゃいました。見た中で、どのように思うかお答えください。知事、玉城デニー君。はい、まず、議員ご指摘のこの居住地ということでの考え方をすると、住んでいる方、住んでいる場所でくくれば、それはそこに住んでいる方のご意見、拝聴することができると思います。そういう意味で、那覇港の将来展望等に関する意識調査ということですので、それらも包含した上で、どのような項目について、どう皆さんが意識や意向を持っているのか、そもそもこの調査そのものも、現在の那覇港湾計画というものはこういうものですということも説明をしながら、アンケート、意見集約を図りたいということも目的の一つとなっているようですので、その点から言っても、この内容については、十分そのアンケートの趣旨に答えられるものというように考えています。石目圭志郎君。次に進みます。今後の進め方なんですけれども、那覇港管理組合の要請決議や市議会の那覇市議会の要請決議、それから経済団体からの要請文があるんですが、それをどのように受け止めているのか、お答えいただけますか。休憩いたします。再開いたします。知事公示書、金城勝君。はい、今後の代替施設 の、進め方、決め方というご質問でございますけれども、那覇港湾施設の移設につきましては、これまでも代替施設と民港の港湾計画との整合を図りつつ、円滑な施設が進められるよう、調整を行うということになっておりまして、まずは、浦添不当地区調整検討会議におけるこの民港のですね、計上案、港湾計画の方向性がですね、決められていくと。で、これを、上部機関である、厚生団体調整会議で、確認をされた後にですね、那覇港管理組合から、移設協議会にですね、この場で、示されるものと考えております。これに対しましてですね、国から、この民港の計上案に対して代替施設の配置案が示され、民港のですね、港湾計画との整合性が、移設協議会として確認をされるという手続きになろうかと思います。その後、那覇港管理組合においてですね、那覇港の長期構想検討委員会、それから那覇港港湾地方審議会、国の交通政策審議会の議を得てですね、港湾計画の改定と、これを踏まえまして、この改定後、日米合同委員会において、那覇港湾施設の一夜計上が合意をされるという流れになろうかと思います。休憩いたします。私の質問を知事公室は聞いてないかも。私質問した内容をメモしてます。
性があった場合に、こういった気持ちで、役場でもこういった要請をやりますということです。要請文とかをどう受け止めてますかって聞いたんです。今後どのようにしますかってこと聞いてないですよ。再開いたします。知事公証金城勝君。それぞれの、要請につきましてですね、厚生団体会議における、検討、それから今後の検討の中においてですね、その内容も踏まえましてですね、検討がなされていくものというふうに考えております。指名慶志郎君。はい、私は那覇市民として、那覇選出の議員として、浦添施設について、浦添の市長、一番最初に議員市長が受け入れを表明してくれた、いろんな経緯があって、松本市長も反対から容認に変わって、南に変わって北に戻った、いろんな意味で私たちは文庫をこう向こうに移設する立場ですから、本来は浦添市民の方々、浦添市長をはじめ多くの方々に私は感謝と敬意を表したいと思っているんですね。でそれを早く移設するべきじゃないか、軍港が帰ってきたらいろんな経済効果があるという中で、今見ていると、この意識調査もそうですけど、何か足止めになるような動きに私は見えるんです。もちろん今までいろんな経緯があって、これを港湾計画というのも、ゾーニングも過去決めた、これも見直す必要があるかもしれない。しかしそれは手順を踏んで、手続きを踏んでやればいいけど、それがされないまんま県民意識調査をされているという意味では、繰り返しになりますけど、このアンケートは全く無意味に僕は思います。というか、ちゃんと手続き取れてないという意味では、やるべきではない、それぐらい強く申し上げておきたいと思います。次に行きます。新型コロナウイルス対策についてですが、情報発信について伺いますけれども、ホームページもだいぶ見やすくなりました。関係各位のご努力ありがとうございます。それで知事、ちょっとお伺いします。私、記者会見も動画で見るんですけれども、非常に記者会見で出る資料ですね、記者団に聞くと、知事が、広報が配布する資料あるらしいんですが、記者会見で初めて知る情報も多いんですね、我々議員として。これ、いかがなものかと思うんですよ。例えば、この間のいろんな感染の、レベルでしたっけ、1、2、3段階、4段階についても、記者会見で見た、何の説明も議会を受けてない。ですから、申し上げたいことは、記者に配布する資料については、これから先はお願いですけど、できたら最低限同じ資料を議員全員には無理だったとしたら、会派に配ってもらえませんか。知事がこういうことで記者会見したという、それについて僕らが必要であれば、部署を呼んで質問するような関係を作りたいと思います。それと、ちょっと休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘慶志郎君。今のは要請にとどめておきたいと思います。それから、4番、ちょっと2、3をちょっと割愛させてください。タコの利用実績及び委託費用及び課題について伺います。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。お答えいたします。6月19日の那覇空港におけるタコの設置から9月22日までの96日間で、発熱者に問診を11件実施し、保健者へつないだ事例が2件となっております。このほかにサーモグラフィーによる発熱感知ではないものの、空港で体調不良等があり、必要と判断された旅行者に対して問診を実施し、検査へとつないだ事例が3件ございます。離島空港に設置しております分室を含め、タコの委託費は今回の補正予算を追加して、6月から3月までの合計で1億8000万円程度を予定しております。現在、検疫所までの移動に時間を要することから、県の関係部局や那覇空港ビルディング株式会社等の関係機関で検討を進めており、国内線到着口により近い場所での検体採取及び待機ができる体制の構築に取り組み、旅行者の利便性の向上を図ってまいりたいというふうに考えております。石目慶志郎君。今の資料を出しますね。ちょっと休憩お願いします。休憩お願いします。休憩いたします。休憩中であるんですけど、3の1と3の2が文化観光スポーツ部からもらった資料なんですね。今お手元にあります。で、3の2がこれ6月10日から9月22日までで、那覇空港における対応実績をこれもらったんですよ。その前に私8月19日までのものをもらいました。で、その時に今回この資料をリバイス、新しいのくれって言った時に間に合わなかったんです。3時に。これはなぜかと先ほど言ったように財政課の許可をもらえてませんということでした。で、私がこの担当財政課も呼んで言ったのは、8月の10日までの資料は
まあ、これ議会前でしたけどももらえたんですよ。この数字を変えるだけのものをなぜ、まあ、検閲じゃないけど財政課を通さないと出せないとか、このもの自体がダメなら別ですよ。数字を変えるのに許可がないからダメだって僕は実は議会事務局には迷惑かけました。3時以降に差し替えをしました。ですからこういったデータもこれも実は私が見せてほしいって言って出るんですけども、例えば部長、ここからじゃあ質問します。いいですか。再開いたします。西銘慶志郎君。3の2を見て部長、これはどういうふうに分析をしますか。休憩いたします。再開いたします。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。はい。まあ、いろんな角度からの見方があるかと思いますけれども、一つはこのタコという機能がですね、そもそも発熱を検知した方に、旅行者の方に対しまして再度看護師が体温を測り、それから問診をし、場合によっては病院保健所と病院へつないでいくと、で検査につなげていくといったようなシステムになっておりますので、逆の言い方をしますと、熱が検知されない場合に旅行者においてはここで看護師の問診を受けるようなこともないというようなことが一つ見て取れるかなというふうに思っております。石目慶志郎君。知事、3の1の新しい検疫所がこういう、この流れは知事は現場をご覧になってますか。いや、休憩いたします。どうぞ。知事は老化中団地設置したときには現場に行かれてますよね。あれからどん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 やり方変わってるんですよ。 JAL 側の車のところに行ったり、今現在国際線の検疫所を使ってますよね。この現場見てます。再開いたします。知事玉城デニー君。はい。都度現場に行ってその状況を確認しています。石目慶志郎君、見てどう思いましたか。知事玉城デニー君。関係部局、それから、空港ビルディング、それから観光ビューローなどとも、お互いに意見を交わしながら、できるだけ、真摯にといいますか、確実に対応できるような体制を取っていこうということで、頑張って取り組んでいると思います。石目慶志郎君。あまり時間がないんで、私、実は現場行って歩いてきました。国内線からこの検疫所まで歩いて片道6分かかります、ゆっくり歩いて。暑い中8月見てきました。これは大変ですよ。だからいつまでも検疫所を使わないで他のところを考えてほしいのが一つ。それからもう一つ、ちょっと休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘慶志郎君。やはり現場を見ることが大事だと思うことと、それから第3波、これは今が第2波としたら、これから起こり得ることをこの数ヶ月の間にしっかり総括をして、経済対策も含めて県民の命と生活を守る、生活イコール私は経済だと思っています。ですから知事、それから関係部長、これはコロナをですね、ピンチをチャンスに変えるためには、皆さんのいろんな思いが必要だと思いますので、ぜひ万全な体制で、特に保健医療部長、大城部長、厚労省からは頑張ってくださいということもありましたので、大変頑張っているということがありましたので、厚労省体制終わりにします。ありがとうございました。